さっき気をつけて。あ、車来る。いや、撮ってるよ。撮ってるよ。あ、これもでも変わってるな。リサイクル用。あ、雨降ってきた。雨降ってきた。あれ？オンした？オンしたよ、両も。あれ？来てるよ、オン。あ、動いてるんですか？うん。はい、皆さん、こんにちは、庄司です。今日はね、2月の19日の土曜日です。で、場所は一宮市の、一宮総合駅の東側かな。うん、そうね。これの、まあ、本町との間ぐらいかな。うん。で、今回はサポーターの人の後しか書いてないからね。今回は、また変わった自販機パート2ってことでやりますね。これも一応変わったんですよ。このもじゃあ。ああ、変わったのがあるよ。これラムネちゃんじゃないか。あ、ラムネちゃんあるし、ここになんかね、飲んだらここに入れる。本当だね。こっちもこっちも。これは変わった。ああ、普通こんなんついてないよね。入ってる。このコーヒーもこれ、こんなの知らんぞ。ああ、何やこのコーヒー。あ、キングなんとかって書いてある。レモンティーとか。あ、この辺は普通やけど。こっちもキングやね。キングやな。昔に僕、初住はキングと呼ばれてましたんで。違う。あ、そうやろ。あ、これ珍しい。こちらねな。キング。あ、本当キングやから。だから、うん、違った自販機まずもまあこれか。で、目的だった自販機は向こうにあります。じゃあ行きますね。じゃあ、トシ君と変わって。さあ、皆さん何の自販機と思いますかね。今、一宮総合駅の方に向かってます。車があるもんで、一応番号を映さないように言うけど、下がった時にね、映っちゃうかもしれません。で、これが、向こう側が、左側の奥が、一宮総合駅です。はい。今回はこれなんですね、川田ちゃん。皆さん見てください。ん？見たところは普通な感じだよね。まあ、呪術廻戦のシールみたいなのもあるし。で、変わってるのはここなんですよね。ここ。これみんな飲み物なんだけど。あ、何やこれ。マウスウォッシュとマスク。あ、こっちもなんか、パイタンなんか。鳥パイタン。ちょっと変わっとるな。欲しい。飲みて。とりあえず、俺は、マスクを買ってみます。こんだけ、しかもこれ飲めるんじゃないの。これ飲み物の自販機やでな。しかもなんか感じマスクは飲めねえやろ。じゃあトシ君ちょっともう取ってこう買います。200円。あれやろ。よいしょ。あ、50円玉入るかな。よいしょ。あ、50円玉2枚。じゃあ、いけます。はい。皆さん、これですよ、これ。缶やね。缶のマスクやね。はい。缶や。当然飲めるということでね。飲めないんだとか。あ、出てきました。とりあえず。はい。缶じゃねえがや。ちゃんと映してよ。缶じゃねえがや、なんか。俺も映っとる。ペットボトルか。缶じゃ、これ瓶も缶じゃん。ペットボトル？ペットボトル？これ瓶詰め。瓶詰め。マスクの瓶詰めか。こんなのここしかねえぞ。でも見たことねえ、そんな。あ、なんか2枚入りって書いてあるけど。それ出しますね。はい。別にマジックするわけじゃないけど。あれ、ちゃんと映っとるこれ。映っとるよ。あ、こんな感じで、あ、2枚あります。普通のマスクや、高っ。1枚100円じゃん。まあそういうことね。高っ。今ダイソーで30枚で100円で売ってるけどね。うん、こっちはマウスウォッシュでまた違う。違う。こっちはなんか44個入り。ああ。じゃあ戻りながら行きましょう。あれ？俺もちょっとこれが欲しいけど。あ、これも欲しいの。はい。これでこんなん絶対美味しいやろ。あ、これは最短なやつか。うん。じゃあトシ君取れるな。これぐらい離れんとトシ君取れへんってことね。ああ、さっきはかなり近かったよ。
対美味しいやん。サムゲタン風スープ。何？サムゲタン風スープ、絶対美味しいやん。初めて見たな、これも。こんなん絶対美味しいやん。でも普通のこれ大道の自販機やけどな。なんでこんな変わったの売っとるんか。大道だな、大道だな、うん。じゃあこの辺にしみよう。ちょっと雨がやっぱり降ってきましたね。今日午後から完全な 100% 雨ですけど、はい、閉めます。はい、全集中で見てくれましたでしょうか。今回はね、変わった自販機パート2やりました。またこれからもね、変わったのあれば撮っていきたいと思います。よければね、少女のチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では最後に締めとして、冬のそなたのチェジューじゃないよ、初10代よ。ではまたお会いしましょう。